皆様こんばんは、カープホークス乃木坂46ファンです。続いてはですね、セ・リーグの話題ですね。今日ね、残り1試合ね、残している横浜 DeNA の、今日の結果次第でセ・リーグの順位が決まるというね、その最終戦をですね、振り返りたいと思います。まずですね、今日の、条件ですね、もし今日 DeNA が、勝つと、2位が決まって広島が3位に転落となってしまった、転落になるところなんですけれども、その前はね、広島のカープが、最終戦で負けて DeNA が勝っているため、勝敗数と同率が並んで同率2位にとなって、その結次第ですね、今日の最終戦で結果が決まるというその試合と、もしね、DeNA が負けるか引き分けた場合は広島が2位で DeNA が3位というね、順位が決まるという今日の試合の方をですね、振り返りたいと思います。まあ、最終戦ね、もつれてしまって、今日の DeNA の結果の方をですね、どうだったのかもね、振り返ったと思います。今日は最終戦ですね、先発の、巨人は山崎織、そして DeNA のまだまだね、 DeNA の東投手はここまで負けがないね、2桁勝利をね、目にしてるね、投手なんですけども、一方のね、山崎よりはですね、まあ、初回は無失点で抑えて、まずね、続いて巨人は2回裏に2アウト3塁から後期の吉川尚輝の敵地打が飛び出して先制成功して、その後もピッチャー陣はですね、まあ、ここからね、続投していって、で、お互いにも8回までね、東投手は続投して、そして9回にはもう先発の山崎よりも、続けて投げて、9回ですね、9回の方ですけども、攻撃 DeNA の攻撃ですけれども、バッターの林は、アウト1つ取って、そして続いて、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、9回ですね、代打の、楠本がヒットで、代打の柴田は、バントをしますけども、山崎いろりの狙いにより出塁して、ノーアウト一塁で、一、二塁で、次1番の林は、送りバン、ノーアウト一、二から送りバント失敗でワンアウト一、二として、そして2番の関根をサードへのファーフライに倒れて、そして2アウト一、二から代打の、ここシーズン限りで引退を表明している藤田を代打を登場するも空振り三振で倒れて、3アウト試合終了で、そして山崎織投手は、2桁勝利で完封勝利に輝きました。山崎織投手、おめでとうございます。そしてね、今日ね、巨人はね、東京ドーム最終戦で、原監督もね、今シーズン限りでね、辞任ということで、まあね、ここまでね、まあ、選手陣に支えてくれたね、原監督にはね、もう感謝しかありません。そしてね、来シーズンからは、監督は阿部慎之助監督に就任する予定となっています。はい、これで、DeNA が負けたので、広島が2位で DeNA が3位で、
ライマックスシリーズは、広島カープの本拠地マツダスタジアムでの開催となっています。クライマックスシリーズの開幕は10月14日の土曜日となっています。と、まあですね、今日結果次第でね、まあ、クライマックスシリーズがね決まるというね大事な最終戦というわけですけども、まあ、最後までねもつれることは全くないんですけれども、なんとか今日ね、なんとか決まって、僕もほっとしています。それからこの DeNA とのね、まあ、クライマックスシリーズはですね、2017年のちょうど広島が2連覇して、ファイナルステージ以来のですね、戦いとなります。まあ、前回はね、ファイナルステージで、2勝4敗で、負けているので、今シーズンはね、なんとかね、選手たちがね、なんとかやり返してほしいなと思いますし、来週のね、クライマックスシーズンに向けてね、しっかりと準備して、あと練習だったり、バッティング練習だったり、トレーニングをね、しっかりとね、日々ね、いつもね、毎日のね、日常に向かってね、やっていってほしいなと思います。はい。はい、というわけで、まあ、僕もね、クライマックスシリーズ見に行きたいんですけども、ちょっとね、まあ、福岡から広島は、まあ、ちょっと近いんですけど、まあ、現地は多分ちょっと厳しいかなと思いますけど、まあ、まあ、家でね、まあ、自宅観戦で、まあ、クライマックスシリーズでね、だからね、野球観戦楽しみたいなと思います。はい、というわけで、まあ、今後のね、まあ、日程もねもうしっかりと僕も準備したいなと思います。はい、これで、そうですね、カープがですね、2位で、本拠地でのファーストステージというのは、まあ、初めてだと思いますしね、思う存分ね、クライマックスシリーズをね、まあ、今までね、経験したことないね、まあクライマックスシリーズでありますしね、まあ、必ずね、クライマックスシリーズでね、ファーストステージで勝って、次はね、今シーズンね、優勝したね、阪神とのね、まあ、ファイナルステージもね、控えていると思いますのでね、そこはね、しっかりとね、まあ、準備してほしいなと思います。はい、それからね、またね、来週のね、クライマックスシリーズのね、試合終了後にですね、またそれもまたね、試合の振り返りね、お伝えできる時間が取れば、それもお伝えしたいと思いますので、それもどうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、今日の DeNA の最終戦と、それからカープの、クライマックスシリーズに進むための条件と、今後の日、クライマックスシリーズに向けての意気込みを、詳しくお伝えしました。はい、というわけで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。今日も一日お疲れ様です。ありがとうございました。